皆様こんばんは。本日は大変お高くところ、またお足元の悪い中、2016京都灯籠祭決起大会にお集まりいただき誠にありがとうございます。私、本日の司会を務めさせていただきます灯籠祭実行委員会副委員長の佐々木といいます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次第にご説明させていただきます。実行委員長ご挨拶、米田隆実行委員長より皆様にご挨拶申し上げます。2016京都灯籠祭実行委員会実行委員長の米田隆であります、まずもって、おのよとしかつ副町長様、はじめ、ご来院の皆様、大変お忙しい中、そして、雨の中でございますが、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。さて、灯籠祭り、今年で30周年目を迎えます。30周年目を迎えます。本日は、この30周年を盛大に祝うべく、少しばかりのアトラクションを用意させて、いただきました。そして、本日は灯籠祭りの歴代の実行委員長の、皆様にも、ご出席いただいております。29年、先輩方が、築いてくださった灯籠祭りの歴史と、そして、伝統、そのものを今、大変、重く、受け止めて、そして実行委員長の、大役を仰せつかることが、できたことを光栄に思います。しかしながら大変大きなプレッシャーでもあります。なんとか灯籠祭りを成功させたいと、この町を元気にという思いでおりますが、そのプレッシャーに、負けないように来週からまた制作が始まり、みんな実行委員会を一丸となって歴代の、先輩方にも負けないような灯籠祭りを作っていきたいと思っております。先輩方もまた、お時間の、許す時はマンドロに足を運んでいただいて、我々、後輩たち、知った激励をいただきながら、また僕たちも、立派な灯籠祭りを作っていただけるように、作っていけるように、頑張っていきますので、どうかよろしくお願いいたします。ご来場の皆様、後ろを振り返っていただきますと、第1回目から昨年までの灯籠祭りの歴史がポスターとなって飾ってあります。毎年毎年僕たちはこの大灯籠を作り上げて、そして、海に浮かべる、そしてこの極上でしか、打つことができない立派な花火を上げております。今年は7月の23日土曜日、快晴であります。皆様、暑い中ではございますが、7月23日には、会場に足を運んでいただいて灯籠祭りをご堪能していただけたらと思っております。そして、入り口から、ロビーの方にその当時の実行委員会のメンバーの集合写真も飾ってあります。またそちらの方もお帰りの際に、見ていただけたらと、思います。そして、一つごめんなさい言い忘れましたが、この29年の、伝統と、
をが皆様の、と作り上げたこの灯籠祭りが、先日東京で行われました、日本ふるさとイベント大賞優秀賞という、大きな賞をいただき、皆さんの熱い思いが形となって、いただけたんだなと大変誇りに思います。そして実行委員会の皆さん、今年のサブテーマといいますかスローガンはやりきった以上です。会議のたびにやりきっとんかよと、そんなんでやりきれるんかと、よくその言葉がキーワードが出てきますが、灯籠祭りが終わって、みんな片付けが終わって、お疲れさんと握手して抱き合って、その時にいや今年灯籠祭りやりきったったなって全員が言えるような、そんな祭りにしていきましょう。本日はちょっとすいません、本日は、皆様、2016京都灯籠祭り決起大会に、ご参加ご出席いただきまして誠にありがとうございます。続きまして灯籠祭り実行委員会名誉顧問であられます記憶町長尾上俊勝様よりご挨拶いただきたいと思います。はい、皆さんこんばんは。記憶長女の尾上でございます。本日は2016記憶灯籠祭り決起大会開催誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。弊社はですね、米田実行委員長をはじめ、今日お集まりの皆様方には記憶長の長行政につきまして何かとご尽力ご協力をいただいておりますことをこの場をお借りいたしまして熱く御礼を申し上げます。今ですね、実行委員長から、お話がございました灯籠祭り第20回ふるさとイベント大賞優秀賞を受賞いたしました。我々の町といたしましても本当にこのような賞をいただいたことはこれまで歴代の実行委員会実行委員長の皆様のおかげと心より感謝を申し上げますし、またこういった形で日本に発信していただいたことは大変ありがたいことだと思っております。この決起大会が開催されますと私はいよいよ記憶長の季節が来たなとそういうふうに感じるところでございます。まあ、夏の三大イベント、まず七夕物語が2日、それから灯籠祭りが23日、そしてまた30日には夏祭り鼓動がございます。みんなそれぞれ手作りでやっている祭りです。よその町を比較しては悪いんですが、お金だけ出してやっているというのではなし、それぞれが手作りでやっている、これが私の自慢であります。そしてまたそういう手作りでやっていただいている皆様に対しまして心よりお礼を申し上げるところでございます。まあ、今年は実行委員長も申し上げたように30周年記念ということで、30周年記念誌も、発行していただけるということで、こう歴代のですね、おそらくこういうポスターなんかもいろいろと載せていただけるんだと思います。それも楽しみにしているところでございます。今年のテーマ、やりきったる城、そして大灯籠がですね、神輿ということですね。まあ、今日のオープニングを見るだけでも、やりきったる城、その意気込みが感じられたところでございます。我々もですね、昨年、記憶町10周年ということで、いろいろとさせていただきました。この28年度はですね、記憶庁のこれからの10年、を担う、第2次総合計画を作成いたします。まあ、そういった中、私どもも、今実行委員長がおっしゃったようにやりきったる城というのをですね、いつも職員に発信しております。それは我々の言葉で、いつも発信しているのは、
徹底的にやるということをですね、それでもなおそこまでやるか、これでもかという気持ちで職員に仕事をしろと言っております。そしてまた、今年の大統領の神輿、これもですね、記憶帳という神輿を、我々行政執行部、それから議会、それから住民の皆様で一生懸命担ぎ上げて、明るく元気に楽しい健康な町、そして住んでよかったといわれる町をですね、皆さんと共に作り上げていきたいと思いますので、これからもご理解ご協力のほどをお願い申し上げます。局長、高速道路がですね、全線開通いたしました。そういう中で、5月3日には、八神テラスの方で100万人達成、イベントをさせていただきました。10ヶ月で達成いただきました。本当に三重熊野古道ジャパンの皆様には本当にこのおもてなしの心でですね、迎えていただくことでリピーターも増えたのではないかと思っているところでございます。またこの5月の連休も、キャンプイン宮前2度3度と私訪れました。本当に多くの方で、いっぱいです。本当に満車状態でございます。そういった意味からも我々はですね、一人でも多くの方にこの教区長に来ていただく、それにはこの夏の3大イベントが本当にいい、町外に向かっての発信だと思っておりますので、我々といたしましても行政できる限りの協力をしながら、みんなで一緒になって一人でも多くの方にこの教区長にお越しいただきたいなと思っております。まあ、私いつも、灯籠祭り実行委員会の方はご存知のようにいつも酔っ払っております。まあそれはですね、心から楽しんでやりたい、我々も参加の気持ちでやりたい、そういうことで、いつも酔っ払って最後の打ち上げのお礼の時に、価格を取る年もございます。まあ、しかしですね、それも祭りでございます。やりきったりぞという気持ちでお許しいただきたいと思います。まあ、大灯籠、それから西園寺役、このコラボはですね、訪れる人をいつも魅了しております。本当に、これから、7月23日まで、皆さん本当に大変なご苦労をおかけすることと思います。これからますます暑くなってまいりますので、仕事と兼ねてですね、やっていかなければいけないということで、本当にお体気をつけていただきたいことを、これから事故のないようにお願いしたいと思います。本当に、私もですね、作成現場の方にはまた顔出しをさせていただきますが、皆さん実行委員会の皆様どうかよろしくお願いを申し上げます。結びになりますけど、2016記憶灯籠祭りが大成功に、事故もなく終わりますこと、そしてここにお集まりの皆様方のご健勝とご活躍をお祈り申し上げまして、私のご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、実行委員会各担当より灯籠祭りの事業計画をご説明申し上げます。まずはじめに、3つの室を室長を務めた人を私たちの中では三冠王と呼びます。この人なしでは大灯籠はできません。灯籠祭りのサラブレッドにして三冠王のうちの一人、灯籠製作室室長東司正俊。紹介いただきました、今年の、制作室出張させていただきます、庄司と申します。よろしくお願いします。今年の制作室なんですけども、まず作るものは神輿を作ります。で、まあ、大きさ等は資料を見ていただければと思いますが、今年は、その町民の皆さんに、参加していただきたいと思いまして、ちょっといろいろな取り組みを考えております。例えば、今まで中学校の方の灯籠の制作に、参加していただいてたんですけども、それはあの、町灯籠といいまして、その広場に置くようなあの灯籠を制作していただいてたんです。でそういった方にも今年は大灯籠の制作にちょっと関わっていただけるたいなと思いまして、そういったものをできるような取り組みをちょっと考えております。もちろんそのマンドロの方に来ていただいて、そういった
取り組みをしていただいていうこともできますので、今年は本当に町民の皆さん、いろんな方に関わっていただけるように取り組みをしていきたいと思います。そしてその灯籠の制作期間等なんですけれども、まず5月の9日から、日曜日を除く月曜から土曜日ですね、時間は7時半から、9時半まで、やっております。でもちろんその来ていただけるときに、都合の良いときに参加していただきたいんですけども、2時間無理だという方は1時間だけでも結構です。ちょっと覗いて、見ていただけるだけでも結構ですので、ぜひあのマンドルの方にも足を運んでいただいて参加していただけるように、お願いしたいと思います。制作室は以上です。失礼しました。制作室に何か質問ございますでしょうか。はい、ありがとうございます。続きまして、最近900万円を超える当たりくじを販売、自他ともに認めるラッキーボーイ皆様にも幸運のお裾分け、今飲みに乗っている男、町役員室室長北陽介町あかり室北出です。町あかり室室長5年目ですので、今年で集大成の年にしたいなと考えてます。お願いします。今年の、町あかり室の内容としましては、町内の、先ほど大統領室の方でも、言ってもらいましたけども、町内の中学生を対象に大灯籠の神輿に飾り付ける箱型灯籠の制作を行います。でまた、昨年も行いましたスカイランタン体験コーナーを設け、皆さんに楽しんでいただきたいと思います。また会場内には、ミニ灯籠や提灯などを飾り、30周年の記念にふさわしい祭りにしていきたいと思っております。よろしくお願いします。以上です。質問はないですかね。はい、ありがとうございます。続きまして、この人も三冠王のうちの一人です。今年のテーマ、やりきったる城に最もふさわしい男、きっとやりきったってくるでしょう。皆さんご存知の紀北のイケメン大王、企画演出室室長東幸彦。テーマは先ほど来、自己印象、並びに頂上もしました、やりきったる城。頂上はやりきったる城って言ってましたけど、やりきったる城っていう感じでお願いします。で、まあ、主役となる灯籠は神輿を制作します。神輿とは通常、神道の祭りの際にですね、普段は神社にいる神霊、神様ですね、を宮司校町内などへ渡御、渡御というのはあるまでですね、当たって一時的に沈まるとされる腰を見越したということになっています。ということからイベントを考えまして、我々実行委員会のメンバーを、参加する皆さんとともにですね、灯籠氏子としましてですね、メイン会場だけじゃなく、まあ今ね、町銭湯を使った祭りにしたいという熱い思いがですね、町内を踊りながら練り歩く
灯籠事故所リカバリーランドというものを行いたいと思います。また神輿の神様魂には灯籠魂としまして、当日祭り会場付近の街中にですね置いて子どもたちを対象に灯籠魂を探し求める謎解きゲーム灯籠クエストどうならん大冒険を行いたいと思います。また会場内においては、従来のイベントステージでのパフォーマンスのほか新しいアトラクションとしまして USJ にあります、ね、ウォーターサプライパーティーというのが夏にある水かけ祭りですねを、まあ、パクるという言い方なんですけども真似をしましてどしこみスプラッシュというものをやりたいなと思っております。まあ、テーマがやりきったるだけに本当にやりきったりたいと思うんですけども、まあ、実行委員会のメンバーしかり、若く頼りになるメンバーも増えてきております。しかし、やりきったるためには関係各団体の皆様のご協力なくしては達成できないかなと思っております。何卒ご理解の上ご協力よろしくお願いいたします。以上です。またご質問はありませんでしょうか。はい、ありがとうございました。続きまして大灯籠と花火どちらがなくとも灯籠祭りは始まらない。いつもは冷静沈着クールガイ。しかし祭り当日は今年も皆さんの心を熱くさせてくれる大輪を夜空に咲かせてくれることでしょう。花火室室長宮本武秀、2016灯籠祭り花火室出張させていただきます宮本です。よろしくお願いします。花火のラインナッププログラムなんですが、スターマインをはじめとして、約3000発の花火を今年も打ち上げる予定です。見どころとしましては、今紹介の中にもありました、大灯籠と花火の共演、そしてこの長島の港海上でしか打ち上げることのできない、彩雲クジャクという仕掛け花火、こちらの方はですね、灯籠祭り花火室のメンバーオリジナルで、他のどこでも味わうことができない、美しさがあります。そしてですね、こちらも大好評の、メッセージ花火、今年も、募集をします。恋人へのプロポーズや家族などへの、メッセージとともに、夜空に、花火を打ち上げます。料金の方は3種類ありまして、応募方法は、詳しくは、広報記録または、ホームページ等で、詳しく紹介させていただきますので、ぜひ応募の方をよろしくお願いします。最後にですね、この花火の打ち上げが終わってですね、お客様が、会場を帰るときに、今年も灯籠祭り良かったなと言ってもらえるような、最高の花火を、打ち切ってありますのでよろしくお願いします。質問はないですか。はい、ありがとうございます。続きまして、当日会場に来てくださるお客様に快適に楽しんでいただきたい、その一心で毎年会場作りをしてくれています。灯籠祭りの縁の下の力持ち、夏になると異様に色が黒くなる男、会場設営室室長奥村貴秀。すでに夏に向けて筋トレで体を鍛え始めてます。ところが今日、人間ドックの結果が来まして慢性胃炎で C 判定です。
40歳となるとそんな感じにもなりますけれども、同じ同級生の40歳の米ちゃんが、実行委員長をするということに決まりまして、実行委員会のメンバーの中にもたくさん同級生がいるんですけど、それらのメンバーを中心にですね、しっかり支えていかなければいけないなと、決意をしたところであります。で、会場設営数としては、大きな変更はないんですけれども、お客様、ご来場いただけるお客様にとっても、それからいろいろ、長い期間を手伝っていただける実行委員の皆さんにとってもですね、楽しく、それから安全に、過ごせる祭りを、できるように一生懸命、会場作り考えていきたいと思ってます。やっぱり会場設営数ってかなり裏方の仕事なんですけれども、これがなければやっぱり祭りはできないというふうに思ってますので、出員も限られた人数でやってますけれども、できるだけ安全で楽しい祭りを目指してやっていきたいと思ってます。最後になりますけれども、この米ちゃんの厄落としのつもりで今年の、灯籠祭りをやりきったりたいというふうに思ってますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。会場設営室奥村でした。ありがとうございます。何か質問はございますか。ありがとうございました。続きまして、2015灯籠祭り実行委員長にして今年出張、この人についてはもはや説明はいらないと思います。何でもできて何でも任せ、京北の有名人、広報室室長東条。皆さんこんばんは。広報室室長の東です。昨年度2015年の実行委員長をさせていただいたんですけども、よほど出来が悪かったようで、今年出張一からやり直せということで、実行委員長のもと一からやり直したいと思います。広報室ですけども、私、数年前に、それこそ 2,3 年連続で広報室の出張をやらさせていただいたんですけども、最近ですね、広報室ちょっと国際的になってきまして、去年はですね、まあ SNS を使ってですね、情報発信したところ、台湾の方から、ぜひ灯籠の花火の写真を使いたいということで、ご連絡をいただいたようで、台湾の方の、Facebook、SNS のですね、表紙に今なってます。で、結構国際的になってきてるようで、最近はですね、台湾語でコメントが来るんですね。で、対応するのにどう対応したらいいだろうって質問されるんですけど、僕も台湾語できないんで、まあ、適当に答えて聞こうっていう話なんですけども、これからホームページ等も、そういうことを踏まえて変更していかないといけないのかなと思っています。今年はですね、まあ、ポスター今日この前に貼っているやつなんですけども、初めての試みで30周年ということで金ピカになりました。金ピカやったんですけども、ちょっとこれ写真写すときですね、自分が写ってしまうんで気をつけて斜めから撮ってもらうと綺麗に写るんで、ぜひ後で撮ってみてください。で、ポスターを作ります。で、ホームページ、さっき言いましたように、外にも向けてやりたいなと思います。で、SNS を基本的には一生懸命やりたいなと思っています。昨年それ台湾の件もあったんですけども、花火を開けたところですね、花火愛好家たちが集まるその SNS の中ですね、灯籠祭りの花火が5万いいねいただいたりと、情報発信としては、まあ、5万人の方が、日本中でですね、応援してくれる人が増えたなということです。なんで今年ももしかしたらその5万人のうち何パーセントわからないですけど来る可能性があります。なんでもっと、情報発信して、その人たちに見てもらえるような灯籠祭りの、情報、広報としてやっていきたいと思っています。で、あとは各種メディアに対応やらさせていただきたいと思います。で、まあ、芳名録作りたいと思います。でですね、30周年ということで、ありがたいことに記念誌を作ることになりました。で、記念誌、まだちょっと、計画中で、
できれば当日には配布したいなというところまで来てるんですけども、どうなるか分かりません。また追ってホームページ等で、広報していきたいなと思います。以上です。よろしくお願いします。続きまして、実行委員ならこの人に足を向けて寝られません。さまざまな準備段取り、会場設営と並んで縁の下の力持ち、灯籠祭りのお母さん的な存在です。事務局局長、東正人。皆さんこんばんは。昨年に引き続き、事務局長、担当させていただきます東正人です。どうぞよろしくお願いします。それでは、早速ですけども、資料に基づきまして今年の予算案について、簡単に説明させていただきたいと思います。資料の5ページに、2016灯籠祭り予算書案というものが、記載しております。まず収入の部の方の広告料につきましてですが、16年予算が1200万円、昨年に比べて少し減少しておりますが、1200万でもひょっとして集めるのが大変かもしれないというような状況になっていますが、なんとしてもこれぐらいは確保したいという思いも込めて予算計上しております。で、続きまして供養花火提供金ということで160万円、昨年は非常に大きな寄付がありまして426万となってますが、ここはちょっと読めないところがありますので例年通り160万円の予算を、計上しております。で、次に補助金につきましては、610万円ということで昨年同額です。内訳としては記憶庁補助金、それから、市場縄手支団の補助金、それから、一般財団法人岡田文化財団さんからの、補助金という内訳になっています。次の事業雑収入につきましては、50万円ということで、これは主なところでは毎年スタッフ T シャツ作りますので、その T シャツの、販売、代金をここに収入として挙げております。で、最後に本年度準備金につきましては、282万3000円ということで、今年30周年ということで昨年はかなり始末して、準備金を用意させていただいた、ところですということで282万3000円の準備金、を、計上しております。で、合計収入が2300トンで2万3000円ということで、昨年に比べますと267万7000円の、減ということになっております。続きまして支出の部なんですが、今各室から、説明がありましたが、それらのことを行う経費としまして、灯籠関連費としまして363万円、企画演出費としまして110万円で、花火費としまして900万円、会場設営費330万、安全対策費65万5000円、広報宣伝費100万円、運営費、416万円、この運営費の中には先ほど説明させていただいております30周年記念誌、の作成費用も含まれておりますので、昨年よりは、増のような形になっております。で、あと予備費が17万8000円ということで、結構きつい、予算になっておる、状況です。予算も、かなり厳しいんですけども、何よりも灯籠祭り継続するためには人を集めること、こちらも、重点において、やっていかなければならないなと思っております。我々いつも先輩方から灯籠祭りとは人作りやというふうに、聞かされておりまして、自分自身もそうやなと思ってます。自分で言うのもなんですけども、私としましても、ここでいろんな経験させてもらって勉強させてもらって少しは成長できとるのかなというふうに思ってますし、例えばこのように人前で喋ることもですね、初めは全然緊張して、原稿を書いてそれを読むだけだったんですけども、今ではそんなに緊張せんと、得意とは言いませんけども、緊張せんとこのように喋れるようになったのもちょっと声震えてますけどもこれも成長の一つなんかなと思ってます。一つ笑い取りました。そのようにですね、成長できる場がせっかくただでこんなマイク入ってますかこのような場がありますので、ぜひ皆さん、それからご友人の方ですとか職場の方、灯籠祭り行ってこいと、どんどん声かけて知りたたいてほしいなと思います。
で、討論のお手伝いはその登録政策ばっかじゃなくてですね、まあ、各室、いろいろ説明してもらいましたけども、街明かりですとか花火ですとか会場設営ですとかイベントですとかいろいろ得意分野のところでお手伝いしてもらえたらなと思いますので、ぜひそのあたりの声かけの方もよろしくお願いしたいと思います。最後ちょっと、まあ、事務局と関係ないことを喋りましたけども、私からの説明は以上です。ご質問はよろしいですね。はい、ありがとうございます。続きまして、今年は灯籠祭り復活30周年ということで、灯籠祭りの記念誌の作成を計画しています。記念誌の作成には歴代の実行委員長をはじめたくさんの方の協力を仰ぎながら編纂を進めていくことになろうかと思いますので、皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。この記念誌の作成担当を代表し、第4代灯籠祭り実行委員会実行委員長の東豊さんからお言葉を頂戴したいと思います。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきましたが、実は今日初めて聞きまして、30周年の記念誌を作る、あんたちょっとスピーチせよということで、さっき入ってきましたね、3分前に。いきなり言われまして、打ち合わせしてないけどって申し上げたんですが、シナリオには全て入ってましたので、一応スケジュール通りお話しさせていただこうと思います。ただ原稿書いてないのでちょっと長くなるかも分かりませんが、歴代実行委員長の方々どうぞご了解いただきたいと思います。短くせえということです。ただいま紹介をいただきました第4代実行委員長をさせていただきました、東豊でございます。ちょっと数え 10周年の時がちょうど実行委員長でしたので、大和たけるの御事ですかね、を皆さんが作っていただいて、私が実行委員長させていただいたという年、非常に思い出深い考えをふけておりますが、記念誌はどんな記念誌になるんでしょうか。これから、広報室の城さんと、実行委員長と主要メンバーとですね、お話をお伺いしながら、私の役目は歴代あそこに座ってますが、皆様からのご意見、ご提案、あるいはその時の思い出を引き出す役だというふうに思っています。今日お集まりいただきました30回の決起大会、誠にこんなに大勢をお集まりいただきましたことを過去の実行委員長としてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。一つだけ、ここから長いんですが、一つだけお話ししたいと思うんです。やりきったるぞと実行委員長今年のサブテーマと言ってました。実は今年30周年を迎えるんですが、実は31周年目なんです。で、なぜかというと灯籠祭りという前の年がありまして、花火を打ったんですね。商工会青年部と青年団がこぞって、その時のタイトルが、皆さん歴代の方はご存知かと思うんですが、夏じゃ花火じゃやっぱりっていうタイトルだったんです。で、これに集中をして、ご寄付を商工会青年部とそれから青年団がこぞって街中にお願いにけんけん歩いたんです。で、その時に今の やりきったるぞという心意気が見えたんだと思うんです。感動を覚えてご寄付をいただいた方が、なんと当初の脇さんいらっしゃいますが、当時第1代目の実行委員さんお見えになりますが、当初の目標が300万ぐらいだったんです、寄付がですね。で、それが修正をして600万に上がり、900万に上がり、なんと1200万の寄付をいただいた。31年前の話ですね。で、そんなやりきったるぞと言葉には出さなかった、しかし夏じゃ花火じゃやっぱえで、このことが共通のキーワードになって、来たんだというふうに思うんです。その時はシナリオは全くなかったですね。毎晩シナリオを書き直して今日来たように、私が来たように、その時に言われて、いやそれ違うでっていうところから話が始まって、夜の夜中まで話をしたという思い出がこの歴史だと思うんです。私は今こういう立場になっておりますが、一番後ろにですね、多分第二席にお座りになってないです、ちょっと立っていただいて、野口さん、
県知事の代理でですね、この4月から、尾鷲の県民、活性化、正式名称は紀北地域活性化、活性化局長ですね、活性化をするための局長さんなんです。各事務所におられるわけなんですが、知事の代理ということで今日はご出席いただきまして一番後ろにお座りですが、ぜひですね、県職の方、尾鷲に来られた、赴任された方いらっしゃいますが、一緒になってぜひその思いをですね、ぜひ感動を共有していただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひこのことはですね、知事にお伝えをいただきたいなというふうに、どうぞお座りください。そういうことで長くなった話ですが、ぜひ感動がまず皆さん方、実行委員長が筆頭に感動を、自分たちが感動しなければ来ていただく方が絶対感動しないです。でそれがイベントだと私は思っています。でその連続が、三重県の南部のやっぱり人口小さいけれども何かやっとるぞ、何か輝いとるぞというイメージが外の人の声として私どもに伝わってきているというのが実態です。そんなことは横に置いといたとしても、ぜひ皆さん、7月23日開成だそうですので、ぜひ感動していただける一日を迎えるために、今日からですね、歩んでいただきたいなというふうに思います。微力ではありますが30周年記念誌、ぜひ皆様に喜んでいただける、あるいは、後々まで、後々まで、未来にまで受け継がれるような記念誌ができたらいいなという思いを込めて、ご挨拶とさせていただきます。ちょっと長くなりました。成長できますことありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございました。それでは次の次第に移らさせていただきます。ご来賓の皆様より激励のお言葉をいただきたいと思います。紀北町観光協会会長、永井武彦様、どうぞよろしくお願いいたします。毎年この、激励のご挨拶をさせていただく機会をいただきありがとうございます。今年は30周年ということであります。ちょっと過去のことについて少し振り返ってみたいなというふうに思うんですが、今から30年前、ここに興味いただいています初代、脇久直実行委員長、ちょっと下の方に立ってください。脇久直実行委員長がですね、商工会の青年部を引き入れて、もう一回灯籠を作って復活しようじゃないかというようなことから、城の浜で確か宇崎竜道の竜道組を来ていただいて、非常に華やかに第一回を開催をいたしました。しかし町の人たちはなんで城の浜みたいなところでやるんやと、もっと近くでやってよということで、その次から城の浜から前浜の方へ移ったわけですが、脇実行委員長は第一回から第四回まで、行いました。で第五回目から私が引き継いだわけですが、なかなかテーマがどうしようかというので皆さんに相談しまして、この地域の民話を取り入れて民話シリーズということで関雲から甲州の物語を会場で演じました。その時テレビ等で出ておられた時田恒夫さんという声優の方に、お越しいただいて物語を語っていただいて、そして会場で、港次郎左衛門さんとそれからカッパのこうやり取りみたいなものを灯籠で演じたわけでございます。その時に私にとって非常に、
記憶に未だに残っとるのは、次郎左衛門さんが刀を振り下ろして河童の右手を切り落とすんですよね。その時にどうしようかっていうことで、非常に、その当時、制作室を担当していました、亡くなりましたけども庄司盛隆さんが電気を消そうじゃないかと、右腕だけパサッと消えたところだけ電気消して演出しようじゃないかということで提案いただきまして、それでそのが実際に行われました。見事にタイミングよく右手が切り落とされました。その時庄司さんは、本部席から見ておりまして、大きな声でやったっていうような声を上げたのを非常に鮮明に覚えております。そして、今ご挨拶ありました東豊さんが10周年の時に離婚にされたんですが、彼の時にはレーザー光線を取り入れて、そして皆さんに非常に華やかな会場作りをしてこられたというふうに、灯籠祭りというのは毎年毎年新しい企画を、どん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 こう考えながら前へ進めてきておるわけです。まあともすれば祭りといいますと、まあ宮さんの祭り等で分かる通り、まあ例年通りにやっときゃええやないかと、こういうふうなパターンでなく、毎年変化をしながらこの祭りを盛り上げていくというのは大変なエネルギーがいるわけです。私は正直言うていつなくなるのかな、続くのかなというふうに内心思っておりましたが、なんと今年30年、続けてきたわけです。その中心になった方々がここにおります歴代の実行委員長です。じっと座っておるのもかわいそうですから、一人ずつちょっとご紹介を申し上げたいと思います。初代から4代目脇久さん、ちょっとください。ありがとうございます。あとはたらっと名前を呼びますから、中井義子さん、あ、高橋さん、大橋千代吉さん、はい、樋口康夫さん、それから平野寛太君、前川勝利君、筒井宏明君、加藤君、東広和君、中村君、ごめんなさい、東光一君、はい、それで、川村信孝君、それから最後に先ほどお会いしました東陽君、まあ、こういう方々がですね、この30年間のこの討論を続けてきたわけでございます。本当に息切れせずにどん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 若い人たちが入ってきて、今日のようなこの会場セレモニーなんかもですね、米田新実行委員長が考えて盛り上げて、まさに、若者っていいなという感じを実感をいたしました。いつの間には私も77歳でもうじき墓場へ行く立場になりますけども、死ぬまでずっと見せていただきますようによろしくお願いいたしまして、ご挨拶に変えたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。続きまして、三重熊野古道商工会会長藤村達志様よりご挨拶いただきたいと思います。藤村会長、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。毎年この決起大会に出席させてもらうたびに夏の始まりを感じるわけですが、今年30周年ということで、先ほど来商工会の名前もこう数多く出てきているんですが、商工会の青年部が中心になって、立案し、また赤羽川で昔行われていた灯籠流しを復活しようじゃないかということでこう立ち上がってきた
事業だとお聞きしております。立ち上がりから歴代の今ご紹介でお立ちいただいている方々中心ですね、すべての皆様方に敬意を表したいと思います。でまた30周年を記念するかのように、昨年日本イベント大賞優秀賞、改めてお祝い申し上げます。ありがとうございます。この地域の活力を求めての事業、今や京北町では一番力強い集客力の持つ大きなイベントに仕上がっております。30年と言いますと、継続してきたこともなんですが、今後は後世に伝承していくような行事に育てていってほしいと思っておるところでもございます。今度の米田委員長さんはじめ、今ずっと説明をしてくれた若い皆様方、本当に和気あいあいで今年も必ず成功するんだろうなというふうな思いになっておりますが、米田委員長さん、元直前元の青年部、商工会青年部の部長さんでございますし、今司会をされている佐々木さんも副委員長も現青年部の部長さんを務めてもらってます。特に米田委員長さん、やるきったるぞという言葉を言われるとちょっとドキッとするようなところもあるんですけども、必ずやりきってくれるんだろうなと思っております。委員長さん拝見したということで、商工会にを訪ねていただいて永遠と話も聞かせてもらいました。準備に長くかかる事業といたしまして、大変な苦労があることも十分にお聞きしております。準備において怪我などされないように、また暑い時でございます、体にも十分ご留意されながら準備を進めていただきたい。また楽しくやっていただきたいと願うところでございます。最後でございます。2016年の30周年を記念する灯籠祭りが成功裏に終わることと、皆様方のご健勝を記念いたしまして、簡単でございますがご挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございます。ありがとうございます。本来ならお越しいただきました来賓の皆様からご挨拶をいただくのが本意ではございますが、お名前の紹介に変えさせていただきます。三重県議会議員東区豊様、ありがとうございます。清区町議会議長滝本治様、はい、滝本様には後ほど団結の手締めをお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。また祝電もいただいていますのでご披露させていただきます。2016清北灯籠祭り決起大会のご盛会、誠におめでとうございます。復活後30年目という節目の灯籠祭りが、多くの方々に勇気と元気を感じていただける素晴らしい祭りになると確信しています。実行委員会の皆様におかれましては、これからの作業において事故や怪我などないように当日を迎えられますことを記念いたします。三重県議会議員津村守様、ありがとうございます。ここでの手元のシナリオにはですね、歴代の実行委員長の紹介というシナリオがあるんですけども先ほど各国協会長にご紹介をいただきましたので、はい、お伝えさせていただきます。
歴代の実行委員長をはじめとした大変多くの方々によって作り支えられてきた灯籠祭りが一般財団法人地域活性化センター主催のふるさとイベント大賞にて優秀賞に選ばれ、去る3月2日東京国際フォーラムで開催された表彰式に現実行委員長の米田隆が皆様を代表し表彰を受けてきましたことをここにご報告させていただきます。この受賞も声に皆様方のご指導ご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。ありがとうございました。それでは団結の手締めに移りたいと思います。ご発声は教区町議会議長滝本治様にお願いしたいと思います。滝本様どうぞよろしくお願いいたします。皆様ご起立お願いいたします。一番楽な役割をご説明されました。継続は力なりという言葉がございます。まさしくそれを実践されておられるのがこの灯籠祭りだと思います。そして7月23日が天候に恵まれて盛大に行われることを記念いたしまして一丁締めで、締めたいと思います。一丁締めが一本でパンって締まる。ではよーく、最後に副実行委員長小見直人より閉会の辞を述べます。本日は足元の悪いのかお時間をいただき誠にありがとうございました。今年は灯籠祭り30周年ということでオープニングから少し趣向を凝らしてやらさせていただきました。灯籠祭りは今後ともメンバー一同やりきったる以上の思いで続けていきたいと思いますので皆様のご協力をぜひよろしくお願いいたします。5月9日から灯籠制作がスタートいたします。皆様ぜひマンドロへお集まりいただき一緒に灯籠制作を手伝ってください。以上をもちまして2016灯籠祭り決起大会を終了いたします。どうもありがとうございました。皆様本日はありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物また事故などございませんようお気をつけてお帰りください。